第11総攻的弾兵旅団、バイアーバルトは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。1956年以来、第4総攻的弾兵士団霊下にあって、旅団司令部をバイエルン州防原に置き、旅団霊下部隊は主にバイエリシャーバルト一帯に、駐屯していた。1956年、エルバン元に所在する、ドイツ連邦国境警備隊、第二国境警備軍が、 編成分担に基づいて B4 戦闘軍を編成し、第4敵弾兵士団霊下に置かれる。戦闘軍の霊下部隊は以下の通りであった。1958年に旅団司令部がグラーフ・アズビン兵衛に移転する。1959年に戦闘軍は第11装甲敵弾兵旅団に改編され、次の部隊が霊下に収まる。第120走行偵察中隊が 暴言にて、第115砲兵大隊は、ノインブルクフォルムバルトにて、第116補給大隊と、第110防空中隊がそれぞれ編成される。1961年に、第120装甲偵察中隊がオーバーフェヒタ派に、移駐する。1963年に偵察小隊は改変され、第110装甲偵察中隊となる。1966年に、 第111総合的団兵大隊は、第24総合的団兵旅団に配点される。1970年に、第11両兵旅団に改編され、冷化部隊も一様に両兵部隊になる。社務長では、第112両兵大隊と、第113両兵大隊が再編成され、翌百七十一年に、旧第十一総合的弾兵大隊は、 第111両兵大隊に改編され、旅団励化となる。1971年、第110駆逐戦車中隊は、旅団から離脱し、プフライムとの第104駆逐戦車大隊に配点された。1971年に、第115砲兵大隊は、第115装甲砲兵大隊に改編される。1979年に、陸軍第4次編成に基づき、 第110装甲偵察小隊は旅団司令部中隊に組み込まれた。1980年に第110駆逐戦車中隊はノインブルクフォルムバルトで編成される。1981年に第11両兵旅団は第11装甲的団兵旅団に再編成される。当時の旅団励化部隊は以下の通りであった。百九十三年三月十一日。 第11装甲的弾兵旅団、バイアーバルトは解体する。ありがとうございます。